トマス・モアは、イングランドの法律家、思想家、人文主義者。政治、社会を風刺した、ユートピアの著述で知られる。大法官まで登り詰めたが、ヘンリー達成により反逆罪で処刑された。没後400年の1935年に、カトリック教会と聖公会で聖人となる。ロンドンの法律家の家に生まれた。聖アントニー校で学んだ後、 カンタベリー大司教、大法官のジョン・モートンの家で重木として、教育を受け、1492年から、オックスフォード大学で2年間ラテン語を学んだが、中退し、1494年に、入法学院へ、入学、1496年からは、正解への近道であり、人文主義教育の中心でもあった、リンカーン放送院で学び、1501年に、 法廷弁護士の資格を得る。1504年、会院議員選出。1510年に、イタリアの人文主義者、ピコデラ、ミランドラの伝記、ピコデンを、1516年には、ユートピアを上司するなど、著述活動も、盛んになる。1515 15年から、イングランドをヘンリー・パッセイに仕え、ネーデルラント施設などを務めた。ヘンリー・パッセイの信任は厚く、地位は、 次第に進み、1521年には、ナイトの爵位を授けられ、1529年、官僚で最高位の大法官に就任した。離婚問題をめぐって、ヘンリー・パッセイが、ローマ教皇クレメンス7世と反目し、ヘンリー・パッセイはモアに助言を求めた。3年間で6名の異端者を処刑するほどの熱心な、カトリック信徒であるモアは王に対し、離婚を正当化する。 いかなる根拠もないことを告げた。一方、カトリックによる支配からの離脱を求める王の主張は力を増し、1532年5月15日にはカンタベリーの宗教会議でヘンリー・パッセイを唯一最高の主張とすることを承認した。モアは翌日に大法官を辞職した。やがてヘンリー・パッセイによるモアへの復讐が始まった。 ヘンリー・パッセイの側近トマス・クロムウェルが主導した1534年の国王史上法にカトリック・神徒の立場から反対したことによりサモン委員会にかけられ反逆罪とされて同年4月17日にロンドン島に遊兵され翌1535年7月6日に斬首刑に処されたこの処刑は法の名のもとに行われた イギリス史上最も暗黒な犯罪と言われている。遺体の首は、ロンドン橋にさらされた。1935年に、カトリック教会の殉教者としてモアと同じ1535年の6月22日に、処刑されたジョン・フィッシャーと共に死後400年で、劣勢されており、記念日は6月22日である。政治家と弁護士の守護聖人となっている。モアは、 フィチーノの著作に影響を受けた人文主義者であり、神学者、ジョン・コレットとは友人であった。また1499年以降、デジデリウス・エラスムスとも信仰があった。エラスムスの、チグガミライさんは1509年、モアタクで執筆された。モアは、マルティン・ルターの福音主義を否定し、カトリック教会による平和主義と社会正義を求めた。 エラスムスのチグガミライさんやアメリゴベスプッチの旅行記、新世界に触発され、1515 15年から1516年にラテン語でユートピアを執筆した。ユートピアはモアの造語でどこにもない場所に前期、場所という意味が加味された言葉で、古くは理想語あるいは胸に融合などとも訳されている。ヒュトロダイウスなる人物の見聞を聞く。 という設定で、第1巻で、イングランドの現状を批判し、第2巻で赤道の南にあるというユートピア国の、制度、習慣を描いている。ベスプッチが、カナリア諸島から、アメリカ大陸までを旅行した、記録、新世界を深い関心を持って読んだモアは、自然に従っていき、自由財産を持たない、共同社会が実在し得ることを確信した。自然法と、 自然状態が善である証明として書かれたその主張は、ユートピアという架空の国を舞台に、自由、平等で、戦争のない共産主義的な理想社会を描いたもので、ある。また、イングランドでは、地主や長老がフランドルとの羊毛取引のために、農場を囲い込んで羊を飼い、村落共同体を破壊し、 農民たちを放逐する現状を深く外観し、羊は、おとなしい動物だが人間を食べ尽くしてしまう、という意味の言葉を残している。モアケの人々。ハンス・ホルバインの修作をもとに、後年の画家が描いたもの。左から次女、エリーザベス、幼女マーガレット、父ジョン、長男の妻アン、トマス、長男ジョン、お抱え同化しヘンリー・パテンソン、三女シシリー。 少女マーガレット、妻、アリスモアは子供たちのために、ロンドン郊外のチェルシーの屋敷に、小さな学校を開き、自らが講義したほか、エラスムスらを講師に招いた。ありがとうございます。